はい、皆さんこんにちは、ナツでございます。新居からの初動画でございます。今回はですね、エヴァコラボを僕ですね、もう1週間ちょうど経つぐらいなんですけど、何にも手をつけてなかったんですよね。超地獄すらやってなくて、でどうしようかなって考えた時に、このタマドラでスキル上げて、ミサトさん持ってるんで、僕ミサトさんがスキル前になったらミサトさんで超地獄やってみようと思い、今回はタマドラを15体ずつ確保しました。シンジ君だけ異常に落ちてね、22体ぐらいいます。アスカとミサトさんがちょうど15体ずつですね。これで全員スキルマンになるのかという、今回は計画でございます。さあ早速混ぜていきましょう。アスカからいきますけど、アスカってね、これ僕共食いで1上がってますけど、10上げなんですよ。頭おかしいぐらいスキルレベル高いんで、ちょっとこれだけでは終わらないと思いますけど、とりあえずね、これ結構ね、1周ワンドロップだから集めるのも苦労したんですよね。お願いします。よし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 。いやこのペースだと50体必要なんですけど、大丈夫ですかね。だから毎回2アップとかしてもらわないときついですよね。そう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 、こんな感じで上がっていけば、まあ無理な話ではないんですよね。渋い渋かった。こう毎回、1ドロップなんで、今までのあのスキル上げとは違って、誰かが落とすとかではなく、道中で3体中1体がドロップっていうパターンなので、あと1体とかになっちゃうとね、そのミサトさんタマドラとかシンジ君タマドラとか本当にもういらない塊になっちゃうから、それだけ避けたいんですよね。1人だけ残すっていうのが一番嫌なパターンです。ではシンジ君いきましょう。はい、こちらもレベルも中途半端でございます。まあまあまあ、こっちは多分5上げなんで22体いるし終わると思いますですね。いきましょう。わお、わお、スキルが違うんじゃねえかって思うよね。スキル 2.5 倍でスルーされると、なんかそういう気分に駆られる。よし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 。オッケー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 。おお、すごいすごいすごい。3アップですね。このままね、1ずつ上がって終わってほしい。次でこれは終わるんではないでしょうか。よーし、神事は終わりましたね。まあ変換だからね、使えるスキルではあると思うんですけど、ちょっと覚醒が微妙でも、まあ銀玉なんでいいんではないのかなと思います。さあラスト、ミサトさんいきましょう。まあ、覚醒は豪華なんですけど、なんかね、特化してないからがね、ちょっとね使いにくいんじゃないのかなっていう気はしますね。いきましょう。シンジ君と同じ5上げなんで、7上げだし、マジかよ、終わんねえじゃん絶対。スキル場にして超地獄行きたかったんですけど、これじゃ終わりそうもないですね。2アップしたけど、どっかで3アップしてさらに2アップとかしないとこれ終わんないよ絶対。おっと、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 終わるんじゃねこれ。さっき4アップした。いけるんじゃないのこれ。ここでスルーしたらもう爆笑もんだけど。おーし、よし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 。まさかの奇跡が起きましたね。終わるとは思っていなかったミサトさんが15台で終わりましたということで、まあ、結局ね、アスカの玉ドラを集める羽目になりましたが、まあ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 良かったでしょう。ということでですね、次回は、このミサトさん、ちょっとエヴァ僕知らないんですけど、まあ、一応金玉だからきっと重要キャラではあるはず、ミサトさんを使って、エヴァコラボ実質初見ですね。リニューアルされてから、まあ玉ドラだけだと思うんですけど、リニューアルされたのは
やってないんで、実質超地獄条件プレイやっていきたいと思います。以上、ナッチでございました。バイバイ。